子どもの貧困は一つの社会問題ですが、その先には学習環境の格差もあります。また不登校でも勉強はしたい、誰かとつながっていたい、自宅では勉強できる環境にない、そんな子どもたちのための団体が東京で2008年に設立された NPO 法人維新対ユネスコクラブです。維新対ユネスコクラブが運営するステップアップ塾では、勉強部屋としてトレーラーハウスを改造し、小学校4年生から高校3年生まで平日は毎日受け入れ、食事の提供も行っています。東日本大震災の際、理事長の浜松さんは思いました。たくさんの子どもたちがやはり親を亡くしたりして、生活ももちろんなんですけど、勉強的な部分で言えば本当に苦労されているっていう話をちょっと聞いていたんですね。でそこで何かできることないかなって考えたときに、全国的な問題となり始めていたのが、その要は教育格差という問題。父が非常に酒を飲むと暴れる DV をしてくる父でございまして、落ち着いて勉強できる環境がなかったんですね。でその時の経験を考えると、いわゆる子どもの貧困といって、貧困のことばかりがクローズアップされがちなんですけれども、果たして本当にそれだけが教育格差の原因なのかなって考えた時に、もちろん塾として教えることも大事なんですけれども、安心して学べる学習環境を作ることの方が本来大事なんじゃないかな思ってこんな活動してます。私の家庭がそうだったように、家庭不和というか、家がもう DV も含めて落ち着ける環境じゃないっていう家庭、学校の中でどうしてもいじめとか学級崩壊とか、そういうことが理由で不登校になっちゃったり、そういう子たち、難病も含めて病気になっちゃって、それこそ学校にも通えない、近くに塾とかがなくて、放課後教室もなくて、それから周りに大学生がいなくてとかっていう、そういうロールモデルにも出会えないような地域的な問題での教育格差。子どもたちの気持ちに寄り添うとか、子どもたちが話しやすい環境ってなんだって考えた時に、やっぱり年が近い先生の方がいいだろうって考えていまして、高校生と大学生がメインになるんです。大学に関して言うと、早稲田大学と上智大学にインカレのサークルができているので、その子たちがもうサークル勧誘の延長上で講師をたくさん毎年集めてくれて、最初は9人から始まったんですけど、今は全部で200人超えてます。毎1年でですね、その自分の子供がこうなってくれればいいなみたいな素敵な学生さんたちがたくさん集まってくれるので、僕らにとってもすごく素敵な子が増えたような印象でもあります。高校生、大学生を中心とした講師ボランティアがマンツーマンで子どもたちに直接またはオンラインで勉強を見たり話し相手になったりしています。その一番大きいのが、自分の関わってきた人たちと全く全然違う環境の人たちがたくさん出会えて、自分の幅が広がったっていうか、そのいろんな話をして得られたみたいなこともたくさんあったし、よかったなって思った。うまくいくことだけじゃない世の中が今の世界で、でもその世の中の問題をここの塾に来て一緒に話して、その話をで勉強ができないところも一緒に話して解決していて、毎日その一歩一歩進んでいく中で、絶対にその生きててよかったって思うことだったり、嬉しいと思うことってあると思うんですよね。世の中ってなんだ悪くないじゃんって思ってもらうために活動しようっていうのが最近その大きな私の目標。全国に1万箇所中学校があるんですね、日本って。でもそこで放課後教室とかをやっても、いじめだったり不登校だったりで学校に行けない子は、同級生に会うのが怖くて、そこに必要性があったとしても行けないんですよ。って考えると、行政主導ではない、その民間がそういう愛を含めてこう見せつけてくれるような場所、それを同じく1万箇所作ることが、本当に教育格差をなくしたいのであれば、
必要かなと思っているので、1万箇所トレーラーハウスを増やしたいと思っています。この活動は東京から前橋、北九州、そして高知でも展開されています。大人が仕組みを作り、学生が年下の子どもたちに手を差し伸べロールモデルになる、そんな温かい好循環が少しずつ全国に広がっています。